感謝ありがとう。今日は風が強いですけど、初めてカラスコーナー多分見てくださってる方もいらっしゃると思うので、こんにちはって感じなので、私たちの自己紹介をちょっとさせていただきますね。はい、私たちは、カラフルスクリームっていう名前で、略してカラスクって言いまして、見ての通りアイドルなんですけど、めっちゃ鼻声です、すいません。そんなことないよ。ありがとう。カラフルスクリームってアイドルグループで関西中心に活動はしてるんですけど、東京とかもめっちゃ行ってますし、ちょっとね、今日たまたま大阪に来たよって方もね、ぜひあなたのところに会いに行くかもしれないので、はい、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでですね、カレンたちのこと知らんなって人がおると思うんですけど、なんと私たち最近 ABC テレビになんと出演させていただいてまして、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいんですよね、これ、毎週日曜日の深夜1時半からのミュージックハウスっていう番組に出演させていただいてるのと、学音っていう番組が不定期なんですけど、深夜に なっておりまして、はい、だからとりあえずみんな ABC テレビを深夜につけといてもらえれば、カラスクが流れます。はい、この前ね、3時ぐらいに急に流れたの、テレビで、 ABC テレビで、だからマジでテレビつけてたら勝手に見れます。そう、結構深夜なんですけど、夜更かしはまあ良くないけどさ、楽しいと思うんで、みんなで深夜に ABC テレビつけてカラスクに会ってほしいなって思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。なんかさ、あ、演歌たちやと知らずに見ててさ、こっちした人とかいいのかな、あの子たちやってな。そうで、他にも ABC テレビ以外にも最近いろんな飲食店とかで流れてる音楽に私たちが曲が1曲流していただいてるので、その曲を今からやるんで、聞いたことあるなみたいな人は嬉しく思ってくれたらなと思います。最強幸福論っていう私たちの大事な曲になってますので、歌詞の内容などに注目して聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください、最強幸福論。